小さい場所を歩き、いつものようにオズモポケットで風景を撮りながら歩いてたんですが、なんか嫌な音楽聞こえてきたんですよ。思わず親指隠さなとか思ってんけど、あ、それは違うよな。いやでも、何これ、たまきーって感じで脱力してしまったんですが、なんか見たくなかったなーって感じで、ちょっと別の話題いきますね。ライブドアニュース、2019年1月17日ペンス副大統領が中国を再び批判、国際ルールを無視している。ざっくり言うと、ペンスアメリカ副大統領が中国を再び非難したとアメリカメディアが17日に報じた。国際法とルールを無視してきたとし、アメリカとしてはもう座視できないと主張。座視できない、できない。座視っていうのは黙って見ているだけで手出しをしないこと、それができないということで手出しするです、やね。で、中国当局が不公平な貿易慣行を改め、行動改革を実施すべきだと強調した。これは大紀元の記事。1月17日、ペンスアメリカ副大統領が再批判、中国が国際ルールを無視。記事によりますと、ペンスアメリカ副大統領は16日、中国当局は国際ルールを無視していると中国を再び非難した。アメリカのボイスオブアメリカが17日報じたんやって。ペンス副大統領は16日、米国務省が開催した中外公使会議で演説を行った。副大統領は演説の中、複数回にわたって中国当局に言及した。中国は近年、世界の安定と繁栄を半世紀にわたり維持してきた。国際法とルールを無視してきた。アメリカとしてはもう座視できない。中国共産党は日本共産党と同じ組織で、国際共産党、中国支部、なんよね。で、プロレタリアートっていう、まあ、何言ってるか分からへん人の方が多いと思うけど、貧乏人を自負する立場なんですよ。ね。日本共産党の連中って、選挙違反やりまくりやん。候補者、まだタスキかけたらあかん時に、バッチリタスキをかけて歩いてみたり。国際法とかルールとかどうでもええわって、突き進んできはるやろ。そら、って感じ。で、アメリカ側としては、前大統領のオバマンとは違い、しっかり抗議していくで、っていうことやな。オバマンは民主党の大統領で、ちょっと赤いからね。そうそう、オバマンの嫁、名前忘れたけど、奥さんが中国で赤い旗を振って、イエーって感じで、痛々しいな、さすが赤いなと思って見たことあんねんけど。民主党系はレッドチーム、赤い人たち、中国共産党とお仲間。また、ペンスさん、副大統領は、中国当局が債務トラップ外交と不公平な貿易慣行で影響力を拡大し、南シナ海で攻撃的な行動をとっていると批判したやで。で、ペンスさんは、すべての国は、航行の自由と開かれた貿易取引ができるよう、アメリカは自由で開かれたインド太平洋を支持するとおっしゃいましたと。ペンス副大統領は中国当局が不公平な貿易慣行を改め構造改革を実施すべきだと強調。で、トランプ政権が中国に取った関税措置とかの話は割愛しますね。大切なところだけ言っとこうか。副大統領は会議に出席したアメリカの外交官に対して、中国当局やイスラム過激派テロ組織 ISIS、イラン、キューバ、ベネズエラなどが、アメリカが過去半世紀にわたり守ってきた国際秩序を覆そうとしているが、これに対抗するためにアメリカが戻ってきたと述べた。
過去の政権の外交軍事政策を修正したトランプ政権は力による平和の実現に注力し、アメリカの軍事力を強化していく。これはなんか始まるね。怖いね。一つ日本ビジネスプレスの記事のタイトルだけ読んで終わりますね。記事によりますととかやったら概要欄に書かなあかんし、もう広告的に鬱陶しいことになるんで。2019年1月16日の記事、韓国疲れ再び、文在寅政権に愛想をつかす米国。もう韓国は見捨てられる運命じゃないのって感じで、赤い勢力の力による平和の実現、トランプ大統領はどう阻止していくんでしょうね、軍事力強化って。怖いことを言うてはるんやろな、知らんけど。まあ我々は高みの見物をさせていただいて、日本人同士仲良く日本国を守っていくことに専念したらいいと思うんですね。で、かわいそうでしょっていろいろやってこられると思いますが、いやもうそんなん見てる余裕ないねんと。アメリカと中国の喧嘩は高みの見物で、え、やれ頑張れってやってたらいいと思うねんけど、巻き込まれんようにしましょうね、というお話でした。